こんにちはったらこんにちは、いずもです。ちょっと前にソーラー人感センサーライトを分解しましたが、今回はガーデンライトを分解してみます。というのも、庭に何年も置きっぱなしになっていたソーラーガーデンライトがあって、当の昔に光らなくなっているのですが、ワンチャン中の基板は生きているのではないかと思いました。 LED を換装、バッテリー交換、筐体も変更して生まれ変わらせようという企画です。今回は本体の分解から基板の確認、ついでに回路も確認します。では資料を見ていきましょう。それでは資料に沿って説明していきます。これが本体です。だいぶ日に焼けています。実際にはこの下に地面に刺さる杭がついていたのですが、泥だらけだったので庭に置いてきました。上にソーラーパネルがついています。他のガーデンライトと比べるとちょっと大きめです。後で光を当てて電圧を確認してみます。分解しました。ソーラーパネルのお皿の部分に回路が入っています。ネジも錆びてしまっていましたが、なんとか外せました。電池は液漏れしてしまってもうダメです。端子も錆びてしまっています。小さな基板が入っていて、ソーラーパネルと LED と電池がつながっています。基板を取り出してみました。表がこんな感じで、スイッチも錆びていてちょっと怪しいです。これは外してしまいましょう。他にはコンデンサー、ダイオード、インダクタ、謎のコントロール IC が見えます。裏から見たらこんな感じ。当然のように一層基板です。おそらく他のソーラーガーデンライトにもこれと同じような基板が入っているんだと思います。回路図に起こしてみました。謎のコントロール IC はかろうじて名前が読めました。ソーラーパネルに光が当たると電池に充電、暗くなると DC-DC を起動して LED を光らせるという作りかと思われます。っていうかデータシートにそう書いてありました。あれ、そういえば制限抵抗ないですね。その理由は後でわかります。中国語のデータシートを訳したのがこれです。だいたい予想した通りのことが書いてあります。興味のある方は後で資料を見てください。では基板の動作を確認してみましょう。それでは肝心の回路が生きているか確認していきます。前回のソーラー人感ライトの電池を使って動作確認してみます。昭和回路がちゃんと動くか見てみましょう。錆びたスイッチは接触がダメになっていたので外してショートピンヘッダーに変えてあります。またスイッチつけても錆びちゃいそうだったので、 LED をつけて電池ボックスもハンダ付けします。電池ボックスは秋月で買ってきました。1個40円です。それでは電池をつないで電圧を測ってみます。まずは LED の濃度です。 7V ぐらい出てますね。ちゃんと昇圧されてるみたいです。電池電圧も一応確認、 1.3V ぐらいです。試しに別の LED をつないで測ってみました。青色の LED に 1kΩ のテープをつけたものです。今度は 5.8V になりました。電圧制御の DC-DC というわけではなさそうですね。今回は複雑なお話は避けますが、一定クロックでパタパタしているだけの可能性があります。おそらく制限抵抗がついていない理由がこれです。つけても意味はないのかもしれません。ちなみに LED をつながずに測ると 8.5V ほど出ていました。測定結果のまとめです。オリジナルの LED の場合は 2.7V×7mA で 19mW、 抵抗付きの青色 LED に変えた場合は 5.8V×3.1mA で 18mW と、ワット数的にはほとんど同じです。なので電池寿命的には変わらない可能性が高いです。ごめんなさい、
分かりにくいですよね。今度ちゃんと説明します。ともかく制限抵抗がいらない理由がこれなんじゃないかと思ってます。一応ソーラーパネルの電圧を見てみます。 LED ライトの光ですが 2V 出てました。ライトを消してみます。一応光に応じて電圧が変わっているのでちゃんと生きてはいそうです。前回やったソーラー人感ライトと同じぐらいの電圧ですね。バッテリー充電としては同じ仕組みなんでしょう。というわけで今週は庭に打ち捨てられていたガーデンライトを分解して中身を調べてみました。一応これで素性が分かりましたので、これを使って何か作ってみたいと思います。個人的にはこの基板だけでも300円払ってもいいかなぐらいの感じなんですが、これにソーラーパネルと LED 筐体までつけて330円で売ってるんだから恐ろしい話です。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらぜひ高評価ボタンなどお願いします。次回はプログラミング教室をやる予定です。パシブブザーをやります。その次にこの工作の続きをやろうと思っています。このチャンネルではこういう電子的工作とかプログラミング教室などをやっています。また見ようかなと思われましたらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あ、収益化しました。あんまり見たことないですが、スーパーサンクスとかできるみたいですよ。ではまた次回よろしくお願いします。